Spinner。 おはようございます。10月1日火曜日、本日のデイリーブリーフをお届けいたします。本日のエピソードでは、ハリケーン被害6州で100人を超える犠牲者、ヘレン対応でトランプとハリスが対立、 LVMH オフホワイト売却、エピックゲームス Google とサムスンを提訴、FBI 性差別訴訟で約23億円支払いへについてお届けいたします。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のグローバルニュースをいち早く声でお届けします。ただいまデイリーブリーフではリスナーの皆様に向けてアンケートを実施しています。皆様のご意見ご感想をもとに、さらにビジネスに役立つ情報をお届けしていきますので、ぜひご協力をお願いします。詳細は概要欄をご確認ください。ハリケーン被害6州で100人を超える犠牲者。ハリケーンヘレンによる被害が広がり、アメリカ南東部の6州で犠牲者数が100人を超えました。フロリダ州に上陸してから4日が経過し、ノースカロライナ州で35人、サウスカロライナ州で29人など、複数の州で死者が確認されています。ノースカロライナ州スワノアの町では、激しい洪水が収まりつつあるものの、道路の崩壊や物資の不足が深刻な状況です。ブラックマウンテンの町長、ジョシュ・ハロルドは、水が最も必要だと語り、アメリカの連邦緊急事態管理庁、FEMA や州からの支援を求めています。ヘレン対応でトランプとハリスが対立。ハリケーンヘレンによる被害の対応をめぐり、アメリカ大統領選の候補者であるドナルド・トランプとカマラ・ハリス副大統領が異なるアプローチを見せました。ハリスは西海岸での選挙活動を中止し、ワシントンでのブリーフィングに参加。一方トランプはジョージア州の被災地を訪問し、物資支援を行う意向を示しました。彼は運営する SNS プラットフォームトゥルースソーシャルで支援物資を持ち込むと投稿しています。バイデン大統領は被災地への支援を強化し、3600人の連邦職員を派遣していると発表。必要な限り支援を続けると強調しました。一方でトランプはハリスを批判し、被災地に行くべきだと指摘。トランプの選挙キャンペーン広報担当カロリン・レビットは、ハリスが左派の支援者と過ごしていると非難。選挙戦が激化する中、自然災害への対応が大きな政治問題となっています。 LVMH オフホワイト売却。世界最大の高級ブランド企業LVMH、モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンは、故バージル・アブローが創設したストリートウェアブランド、オフ・ホワイトをアメリカ・ニューヨークに拠点を置くブランド管理会社、ブルースター・アライアンスに売却しました。LVMH は取引条件を公開していませんが、今回の売却は2021年にアブローが亡くなってから数年後の動きとなります。ブルースター・アライアンスは、スコッチ&ソーダやベベ、サーフウェアブランドのハーレーなど複数のファッションブランドを所有運営する会社です。 LVMH はバージル・アブローの指導の下で築かれたオフホワイトの遺産を誇りに思います。ブルースター・アライアンスはその遺産を引き継ぐ最適なパートナーですと発表しました。エピックゲームス、Google とサムスンを提訴。アメリカのゲーム開発会社エピックゲームスは、テクノロジー大手の Google と韓国のスマートフォンメーカーサムスンを相手取り、独占禁止法違反の訴訟を起こしました。エピックゲームスは、両社が他社のアプリストアを導入しにくくする厳しい制限を秘密裏に共謀して課していると主張しています。訴状によると、Google は以前の独占禁止訴訟で敗訴した後、サムスンと協力して最新のスマートフォンにオートブロッカーという機能を標準で有効にしました。この機能を使うと、
他のアプリストアのダウンロードが困難になり、 Google Play が事実上唯一の選択肢となっています。 Epic Games はこの機能を無効化し、他社のアプリストアをインストールするには21段階の手順が必要だと指摘しています。 Google とサムスンは訴訟の主張を否定しており、これらの機能はユーザーの安全とプライバシーを保護するために設けられていると説明しています。FBI 性差別訴訟で約23億円支払いへ。アメリカ司法省は FBI 連邦捜査局の訓練アカデミーから不当な理由で退学させられたとして訴えを起こした34人の女性に対し、2260万ドル、およそ23億円の支払いに合意しました。この訴訟は2019年に集団訴訟として提起され、FBI が女性訓練生に対して性差別を行っていたと主張しています。原告たちは学力、体力、銃器のテストで男性訓練生と同等以上の成績を収めたにもかかわらず不合格とされたと述べています。さらに一部の原告は性的嫌がらせや性差別的な発言も受けたとしています。今回の和解には訓練プログラムへの復帰を求める権利や、 FBI が外部の専門家を採用し公平な評価プロセスを確保することが含まれています。 FBI は過去5年間に男女平等のための措置を講じたと述べていますが、不正行為については否定しています。現在 FBI の女性捜査官の割合は4分の1以下となっています。私たちの社会の中で気づかないうちに受け入れてしまっている不平等がまだ多く存在しています。あなたの身の回りでも見直すべき不平等はあるでしょうか。デイリーブリーフをお聞きいただきありがとうございました。感想はカタカナでハッシュタグデイリーブリーフとつけて、ぜひ SNS にポストしてください。デイリーブリーフをフォローいただくと、毎朝の配信に加え12時と18時に最新のグローバルニュースが届きます。本日の担当は澤田隆一でした。次はお昼12時に AI によるフラッシュニュースを配信します。皆様良い一日を。